瀬戸大橋でつながる岡山と香川のチームの対戦です。客席はぎっしりと埋まっていて熱気が高まっています。岡山市北区のジップアリーナ岡山では昨日までの2日間公式戦でトライフープとファイブアローズが対戦。初めての瀬戸大橋ダービーで会場は盛り上がりを見せました。おとといは平日最多の2965人、昨日は2134人の観客が訪れ、いずれも今シーズンの平均観客動員数を大幅に上回りました。試合結果はファイブアローズの2連勝でした。アウェーですけど、香川からもたくさん応援来て、たくさんのファンの前で、勝てたっていうのは、本当に大きい試合になったと思います。もう一回香川さんとやるチャンスがあるので、アウェーですけど、絶対にまたステップアップして帰っていきたいなと思います。次の瀬戸大橋ダービーは来月23日と24日、丸亀市の丸亀市民体育館で行われます。